さあ、ですね、まあ時間が許す限りちょっともう一本だけでもね撮りたいと思います。もうこれだけの景色はね、もう熊本帰ったらなかなか撮れないので、はい、まあ、せっかくだからね、最後一本だけ撮りますが、今回感じたのはね、本当にね、お金っていうテーマでした。私を今回誘ってくださった方っていうのは、なんかもう2日で1億稼いじゃうよみたいな感じなんですよ。まあそれがね、実際に本当かどうかわかんないけど、多分ね、その人の知り合いとかその人を知ってること方に聞いたらね、やっぱ本当っぽいです。で、私たちが知らないような稼ぎ方、本当にまあ、リスクが少ないというか、まあ、その方が、ね、使う言葉で言えば真の情報っていうんですけど、本当にね、その一般ピーポーが手に入れられるレベルの情報じゃない、もっと源泉に近いところ、情報の発信源に近いところの情報を持ってると、やっぱりね、稼ぎ方が全然違うんですよ。それはね、すごい感じました。で、その方も本当ね、今回はもう全身真っ赤なスーツに、首元もね、インナーはその黒にね、ちょっとこうスワロフスキーなのかな、なんかすごいキラキラしたものをつけられた、すごい豪華な服を着られていて、で、私も今回初めてね、直接ご挨拶させてもらいましたけど、すごい物腰が柔らかくてね、いい人でした。で、そういった方がやっぱりこう、本当に真の情報というものを大事にされている。で、今回私もね、こういう風にいい部屋に泊まったけども、この部屋だって言ってみればもっと上があるんですよ。ここはスイートではないので、スイートはもっと広くてもっと豪華で、このホテルだけじゃなくて、もうとにかくいろんな高級ホテルがあって、ラグジュアリーホテルとかがあって、そのスイートっていうのはもうね、こんなもんじゃないと思うんですよ。もうこんなレベルの部屋じゃないぞみたいなところを当たり前のように使う世界があるんですよね。だからこれからはね、今度はこの部屋のレベルを今度は、まあ、普通のレベルにして、もっともっとね、豪華なホテルに泊まれるような、努力の仕方をしたいなと。言ってみれば本当にお金を稼ぐっていうことに真剣にね、取り組んでいこうっていうのが私の2018年の、目標です。で、なぜこういう話をね、その今多分中高生の方向けに作ってる動画なのに、お金のお金っていう話をするかというと、お金っていう問題は勉強と一緒なんですよ。本質的にはね、私はお金と勉強って同じようなものだと思ってます。で、どういうことかというと、なんつうんですかね、目に見えないですね。お金ってお札とかコインとかあるでしょ。あれはね、お金じゃないですよ。あれはあくまでもその100円なら100円を払える能力がありますよっていう証明書ね。紙幣もそうですね。あれは銀行券なので、あれはお金じゃないんですよ。信用を形にしたもの。だから、今仮想通貨のビットコインとかがねすごい高騰してるけども、ビットコインっていうのはあくまでもデータ上の話なんで、あれはコインって言われてますけど、情報ね、データね。ただああいう実体のないものと違うのは、形があって信用っていうものがお札とかメダルになって使えるような形になってるから、お金って目に見えるように見えてるんだけども、お金の本質っていうのは何かっていうと情報なんですよ。で、お金と勉強はその情報であるということと、その情報っていう目に見えないものが人生の一生につきまとうっていうのが実は大事なポイントで、もっと言うと勉強と学びって違うって言ってましたよね。だからもっと本質的に言えば学びの方がお金とは同じようなニュアンスなんですけど、とにかくね、あればあるだけ人生が豊かになっていく、そして自由に近づいていけるっていう部分で同じものなんですよね。だから私は今回、まあ、勉強というもの、学びというものに対して自分なりに攻略したっていう、まあ、ゴールしたっていうのがあったので、すごいね、気持ちよく切り替わったんですよ。もうここまで来たらもう勉強 OK、 もう自分あとはそれをコンサルの中で落とし込む。問題はその本質的に同じ、今度はお金というものを意図的に、それも不労所得、働かずにお金を生み出すことができる人たちと同じようなレベルになっていきたいね。いいホテルに泊まり、いい服を着て、ね、美味しいものを食べて、家族にね、どん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 こう、なんだろう、お金を通、まあ、お金というかね、いい環境を作っていってあげられる。それは奥さんにしても、自分の親にしても、息子にしてもそうだけども、本当にね、家族に対してもっとね、居心地のいい環境をね、提供していきたい。もっと言えば幸せにしていきたい。で、それは家族だけじゃなく、もっと広い範囲で私の大切だと思える人たちをみんな幸せにできたら最高じゃないですか。で、そうするとそういった自分の大切な人を幸せにできるっていうことが自由にできるようになったら、私の本当にゴールなんですよ、そこが。だから今回本当に東京に来て、そういう稼いでいる人たちっていう
のを目の当たりにして、やっぱね、世界観は変わりますよね。でね、まあ今回のね、こういう、この2日間で得たこの世界観、刺激、ね、情報、体感、そういったものをね、今後の、コンサルに大いに生かしていきたいと思いますし、今私の 手元にいるコンサル生の方も含めて、もしこの動画でね、またご縁をいただいて私とつながりをね持っていただける方がいらっしゃれば、その方も含めてどんどんね、その勉強っていうものを、まあ何だろう、主軸っていうかテーマの中心にした上で、人生をより豊かにしていくような、自由にね皆さんがなっていくような学び方をね、こういった動画を通して共有させてもらえたらと思っています。今回はね、もう時間がないので、この動画がこのアンダーズ東京で撮れる最後の動画になりますので、またね、続きは熊本の方でね、撮っていきます。で、来年もね、今回のホテルみたいにちょっとイレギュラーな動画をね、多分どんどん撮っていけると思うので、楽しみにしていてください。他の動画でね、皇居に行った時の動画もまあちょいちょい撮ってるので、まあもしよかったら暇な時にでもね見てくださいね。じゃあまた熊本でお会いしましょう。